小市さんバラありがとう。私ね、みちさんとあいこじとね違うから、集合時間フェイターチームとねリズムチームっていうのがあって、私フェイターチームだから大丈夫だよ。寝ぼけてないよ。寝ぼけてないよ。みかんさんかわいい、ありがとう。嬉しい。ハッピーバレンタイン、イエーイ。ハッピーバレンタインって言うんかな、よく分からんけど、なんて言ったらいいか分からんけど、ハッピーバレンタイン、イエーイ。ふー、本当？何が？チーカー靴下バレた？ウキダリさんバラありがとう。ふたさんバラありがとう。なきさんバラありがとう。ありがとうございます。おはよう、おはようございます。今日夢でさ、なんか夢見たんだよね、すっごいさ、なんかさ海辺かなんかでさ、今日で稽古終わりだよ、ピンクのさ夜景みたいな感じでさ、なんかめっちゃいい写真が撮れる夢見たの。稽古大変ですか？大変だけど楽しいかな、なんだろう、うーん、難しいし、難しいけど、うーん、楽しさがある。いやー、いやー、チョリバラありがとう。肌綺麗ありがとう、嬉しい。ちょっと赤いんだよね今日、寝るの遅くなっちゃった。昨日さめっちゃ夜だったの、稽古終わりだけど一日空いてあれがありますね、舞台の稽古っていうよりかは場当たりというか、もうほぼそれになります。なんもないわけじゃないです。何の話だっけ。ちまそう、昨日も遅くなって、なんか演技だけじゃないんですよね、ダンスもあったり、あいこじの場合は歌があったりとか、そうするから、寝込みいつそうかな、まだまだ先だよきっと、まだまだ先だよ。狭いとこは別に好きなわけじゃない。おはよう。そう、あつしさんバラありがとう。なんだっけ、何の話してたっけ、バラの話してた、私何の話してたっけ、もう本当にダメだ、今日はダメだ。同じキャラでも全然違いますね、そこがダブルキャストの面白いところですよ。なのでどっちも来てね、私が出ない方もぜひ見てみて。モデナさんバラありがとう。バラの前って何の話？あ、夢の話か。夢でめっちゃ綺麗なさ、でもなんか思いはよくわかんない。チョコの受け取りチャンス。あ、バレンタインか。あ、昨日はダンスの練習を夜しました。なんか。むずいね全部むずい。おはよう。
みくんばらありがとう。みくんばらありがとう。タブレットの充電は今ね 20%。 アッキーさんいるかな、いらっしゃらない。ただの例書いたんだけど届くかな。おはよう、おはようだよ。みんな偉いね、こんな朝早くに。偉すぎる、みんな、マジみんな偉い、人類みんな偉いから拍手をたたえる。優秀の美。今日夢でさ、なんかそうなんとか店みたいなとこ行ってさ、ピンクの夜景見てさ、じゃちょうどそこに船がさ通ってさ、船がさ浮かんでさ、ラピュタみたいな、すごいよくわからんけどさ、そう、それでさすごかった、すごいよかった、夢夢。ピンク、ピンク、そーら、夢、シュネバー。 A6 さんバラありがとう。トラップさんバラありがとう。そういえばね、結構ケスタさんとポチちゃんのなんかアニメをやっぱ見られてる方が多くて、ポチトラックの話できる。話めっちゃ変わるけど、でなんかその後になんかでも夕焼けみたいな感じなんですかね、ピンクがかって、それで、ね、船が通って、で船が通る、なんか何なんだよくわかんない、船が空中を通って、でその写真チャンスがあって、で船はこう一周してどっか行って、でなんかどっか展みたいな、展示場みたいなところにいて、アイコジとミチさんがいて、でね、アイコジとミチさんがいて、ちょっと鏡代わりに、そう、何やったっけな、いてね、うん、空に浮いてる船見た、夢の中で、なんだっけ、なんか見たんだよな夢の中で、ちょっと思い出せない。ストレーカーのタイムあった。ウェイさんバラありがとう。配信15分して終わります。今日夜多分絶対配信できないと思う。なんかね、一応スケジュールも結構ギリで、めっちゃギリで、なんか昨日とかはさ、なんだろう、公式的にはさ何時までっていうのはあるけど、やっぱ自主練とかさでさ居残っちゃってさっていうことがさ多くて、でも今日は普通にあの間に合わないと思うって思っといてほしいなって思っておりますが、よろしくお願いします。今日間に合わない気がする。どうなんだろう、間に合う確率は、間に合わない確率は 70%80% ぐらい。てかダンスやばい、ダンスやばい、めちゃむずい、むずいむずいむずい。よしこくくん紅茶いっぱいありがとう、まありがとう。よしこくくん、たらたらさんありがとう、いもむし、ま見つけられなかった、ありがとう。今週末今週ですからね、もう舞台最初。なんならもう舞台終わってる？それがない？今日やって終わるって感じか。やばくない？
来週にはもう終わってるんよ。わ、来週はさ、最終、私にとっては最後。チェスさん、バラありがとう。チョコくださいっていう人にはちょっとあげれない。知らんけど今週末見に行きます、ありがとう。初のあんちゃん直接、うわー、初のあんちゃんが金髪だなんてね。しおりんさん、ファイト結婚してありがとう。せいくん、バラありがとう。こういう時にだけさ、チョコちょうだいってズーズーしいのよくないよね。チョコ怖い、チョコ怖いって書かれてる。なんで？もっと1年前から準備しとかないと。だから、来年のために今からもう積み重ねないと。チョコもらえるために。金髪似合いそう、ありがとう。チョコなんていらないから、アナちゃんの笑顔さえもらえばそれで十分かな。お、いいんだ。じゃあ2個2個これでいい。これバレンタインだよ。チョコ怖いって言わればもらえる。あー、なんか落語的な。しおりんさん、もしチョコありがとう。うまーい、ありがとう。ラーフンが27分、もうちょっとで終わるかな。チョリさん、バラありがとう。チョリ、バラありがとう。今週末東京出張になったね、今舞台申し込んだ。天才、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。ケン、結婚してありがとう。結婚しような絶対、ありがとう。笑顔いっぱいお届けするね。舞台来てほしい。スケートしなきゃ、マジスケートしなきゃ。まだ間に合う、もう無理。定型文変えようかな。行く気ないしな行く気ないよね、バリバリね。舞台終わったら、ある、舞台終わったら行くよね。私行くか、行く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 よ行くよ。おはよう。クマやばい。TBS の時にスケートできるとかあった。あ、そうなんだ。じゃあ29分になったら男女読み始めようかな。そうするね。いいかい、皆の衆。バレンタインデーはチョコ欲しい。まあね、そうよね、そうだよね。誰から欲しいのかな。私のチョコは求められてるのかな。どうなんですか。あ、9時29分だった、ありがとう。誕生日ます。10歳ゾーン、12位カワウソ、11位末子長男、10位神谷淳、9位サーファー、8位和則、7位よしこ、6位ゴギザリーさん、5位チョリ、4位オカッピ、3位あつよし、2位ドグラス、1位しおりんさん、ありがとうございます。みーくん、かわいい、ありがとう。アンピのチョコが一番欲しいです。嘘だ嘘だ、本当に絶対嘘だ。もちろんアンピです。来年狙ってます。今年もあげるよ。余ったらよろぴく余らんということで、本当にありがとうございました。今日はちょっと短いんですけど、またね、今日は夜配信もありますので、ぜひご覧ください。あと舞台もぜひ来てくださると嬉しいです。今日も頑張ります。あとお話し会の申し込みも始まりました。待ってます。バイバーイ、ありがとうございました。はい。